ついに禁断のテーマについてお話ししていきたいと思います。何？小5の時に出てきよったからさ、しかもさ、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ブータラと伊藤です、よろしくお願いします。今日はですね、最近ショート動画でよく出てくるナシ、なんでこんなナシがあるんですか、うち毎日毎日一段目しか送ってないからもう一段マックスあるんです。誰からもらったんですか？配ればよかったな、周りに。まなまにあるじゃん。まなまにあるまなまにある、配ろう配ろう、これもううちだけでは処分できんわ。そうなんですよ、っていうぐらいナシがかわいそうに犬も食わされる喜んでるやん、姫とブまあそんなことはね、置いといて、ついに禁断のテーマについてお話ししていきたいと思います。何？あ、そうそうそう、待ってた、それ遅い、ちょっともうちょっと早い段階で何って言って、あ、そうなん、ごめん、何？あのさ、ブー太郎って、まあ最近知ってくれた人ももうずっと前から知ってくれてる方もそうなんですけど、慣れ初めが結構闇深いじゃないですか。決して褒められた内容じゃないし、自慢できるような内容ではない。だから人をいっぱい傷つけたから、まあ、その辺のお話は、概要欄に載ってる馴れ初めの前編と後編までね、ちゃんと見てほしいんですよね。はい、ちょっと前編はなんか笑いながら話しちゃってるので印象悪いんですけど、まあ、決して笑えるような状況では本当いなくて、ね、反省もいっぱいしてるんですが、まあ結果今幸せなんでね。ちょっと生理現象やから仕方ないけど、タイミングってものがあんねんけどギャップ出たわ。人が真剣に言ってんのに、あまりにおもんなすぎて、おもんないとか言うことじゃないんですけど、別にギャップ出たわ。はあ、もうしょっぱなから大丈夫かな。まあそんなことで、まあ慣れ初めの時にも言ったんですけどブータロはゆうちゃろうとこう一緒になるに至って本当に全部のものを伏せてきたじゃないですか。人間関係も切ってきたし、まあ切ってきたというか、もう勝手にね、わがままでもう全部リセットというか、もう携帯電話さえも山奥にしててさもう笑ってるけど、マジで真剣にそんな感じで、もうなんか人間としてもうすごい病んでたというか、もうわけわかんない状態だったんですけど、まあそれにちなんで、まあ、ちなんでっていう使い方は間違ってるかもしれないですけど親とね、もうずっと疎遠なんですよ私、もう言うちゃうと、だから出会ってからずっとか。そうやな。で、一度まあこうゆうちゃろの元に逃げてきてから、いつぐらいやった、あれもうすぐに捜索願いを出されてて、ああいつやったっけあれ、あったな、でも多分1月とかじゃん。そうか、だからもうほんとすぐですよね、だから、一向にいなくなっちゃったからブダロが。でそっから、まあ、警察から連絡が来て、なんで分かったんだっけ、そもそも免許証かな、更新かなんか、多分見てかな、行ったか、多分なんかそういう公共系のやつで引っかかったんやと思う、そういうの分かんないんですけど、突然警察から電話かかってきて、ちょっと捜索願いが出てますと。でまあそこで親と話して、早くもう帰っておいでみたいな、もう理由はいろいろあるんやろうけど、もう親はやっぱり何があっても味方やからとか言って、とりあえずもう早く戻っといでよって優しい言葉をかけてくれたにもかかわらず、ブー太郎は、言うこと聞かずで、もうそのままもうバイバイという感じで、警察を間に挟んだ連絡、電話の警察署行ったもんな。警察署行きましたそう、もうそれぐらい素直にもなれないし、なんかもう親に合わす顔がないと思ってたんで、もう適当なこと言って、その場では、電話ではで、電話番号だけでも教えてって言われたけど、それさえも教えず、もうそっから、もうそれが最後の連絡よ、捜索願いの警察を間に挟んでの連絡で、もうブータたちが9年付き合ってますから、もうすぐ10年になるんでね、もう約親ともそんだけ会ってないっていう、そうだから交際歴が親と会ってない歴と一緒っていうことで、まあここについてはもう馴れ初め動画でも話したし、生配信とかでもちらほらね、たまに話題に出すので、皆さんずっと見てくれてる方は知ってると思うんですけど、
まあ、なんでそんなに固くなに親と会わないのかっていうところを気にしてる人は多分いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんで、今日はブー太郎の親についてのいろんなお話を今日はしていけたらなと思います。はい、まあ、なんかあります？質問、質問、うん、親はおるん？ざっくりすぎるわ。いや、俺わかんないんですよ。でもそうそう、俺はガチだよ。いや、そういうことじゃなくて、両親2人ともおるん？あ、元から、元はってこと？元、元それはいるでしょ。みんな誰になっている？いや、片親なのかとかさ。あ、いや、ちゃんと家族構成教えて。家族構成、ブー太郎の9年前に会った時の状況ではちゃんと言いました、離婚せずに、うん、で、お兄ちゃんが1人。あ、お兄ちゃん1人、ね、4人家族ですね。あ、4人家族で、ただうちの家族はあのおばあちゃんおじいちゃんが入り混じった家だったんで、お父さん側のおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に住んでた時期があったし、うん、一番多かった時はお母さんの方はお父さんがいないので、離婚して、うん、あのお母さん方はおばあちゃんしかいないんですけど、うん、そのおばあちゃんも混ざって、もう本当に3世代が一つの屋根の下で暮らしてる時期があったんですよ。それどうの？だから、まあ、最初はその姑やっぱり問題ってあるじゃない、どこの家庭、まあ、今の時代はマシになってるのかも分かんないけど、一時はいやいやいや、まあ、やっぱり結構仲は悪いというかさ、結構やっぱそうなんや、よく聞かないじゃないですか。だから最初は仲良かったみたい、うん、でそこの買ったマイホームもそのうちの親とそのお父さん側の両親、うん、一緒に住むからこう半々で家賃を払っていくじゃないけど、ローン返済する契約で、ローン返済を半々なんや。買ったわけではないんや。買ったわけじゃない、うん、半分出してくれたみたいな感じではないんや、うん、だから最初はもうすごい仲良かった、仲良かったのか分かんないけど、まあ、別に円満に過ごしてらしいんですけど、まあ徐々に徐々に年数を重ねるごとにお互いの不満もあったんやろうな、うん、で仲悪くなっちゃって、もう結構な大問題、もうその姑問題でもう離婚するんじゃないかって、もう離婚一歩手前まで行ったし、うん、で、まあ、そうやろうな、まあ、そういういろんなことがあって仲悪く、もうほんまに破綻したから関係が、もうお母さんたちが離婚するか、おばあちゃんおじいちゃんがもう家出ていくか、うん、もうどっちかみたいな、それこそ究極の選択、うん、状況になる。家はさ、うん、みんな別れてないん？どういうこと？家の中でさ、仕切りはなかった？あるよ、もちろん。2世帯住宅みたいな感じで、1階がおじいちゃんおばあちゃん、うんうんうん、で、2階が自分たち4人家族でよく過ごしてるって感じ。え、おじいちゃんおばあちゃんってその母方のおばあちゃんも一緒にそこに1階ってこと？途中からな。え、じゃあそう、1階はやっぱそこで一緒になってるんや。あ、違う、ごめん、あのその一瞬一緒になった時はおばあちゃんも2階に来てたわ、うん、一時は、うん、うん、で、そう、まあ、続きとしてはもう結果としては結局おじいちゃんおばあちゃんがもう家じゃ出ていくわってなったわけ、ね、どっちも離婚は良くないから。で、そのタイミングでお母さん方のおばあちゃんの方はあの1階で1階の部屋を使うことになったんやけど、うんうん、そうだから一時はそう、お母さん方の方の おばあちゃんも来たもんやから余計関係が悪化しちゃって、もう喧嘩の毎日。絶対そうよな、うん、絶対そうよな、うん、絶対無理やもんな、一緒に同居って。いや、できるとこは、まあそれは分かる。うちも無理やもん。まあ無理なとこが多いやろうけどさ、まあ、100% とは言い切られへんや、仲良くやってるとこもあるやろし、そこは。いやいやいや、相手のこと考えたら自分は絶対もう無理、絶対住宅しか無理。いいや、あんたの話はってことや、うん、中にはその 100% じゃないよ、ちゃんとうまくやられてるとこもあるって。そう、まあ、そこは言い切られへんからね。まあだけど確かにもうブータンたちみたいな家みたいになるとこも多いのが現実やと思う、うんうん、で、まあ、そこからまあほんまにもう子供が分かるぐらいさ、うん、もう大対決みたいな感じだったから、もう2階と1階でもうこうもう大声で叫び合ってるみたいな。子供ながらにそれを見てるからさ、うわまた始まったわと思って、まあ、まあそっからですよね。
ただ問題なのがそういう姑関係の問題はこれで別居になったから減るけども、次バブルももう崩壊してお父さんの仕事が、あ、そんな昔の話なの、うん、もうだいぶ傾いてきてたわけ、うん、ピークより給料ももう半分以上減ってとか、うん、でそのタイミングでおじいちゃんおばあちゃんもいなくなったもんやからローンも全部さ半分でよかったのがまるまるこっちが負担しなあかんくなったわけよ、うん、ねえ、なんか一気に生活環境が変わり、もうそれまではさ毎年長期休みになったらいろんなとこ旅行行けてて楽しい思い出やったのが、もう旅行も行けなくなり、もう何お年玉とかさえもなくなるぐらいのもう誕生日プレゼントクリスマスプレゼントももうなんか無理やからみたいな。なんであんたの話ってそうさ、なんかだんだん不幸になっていっちゃう。いや知らねえよ、それは運命でしょ、うん、でどんどんもう貧乏になっていくわけ、簡単に言ったら。でそれに並行して親が、まあ、もともとお父さんがパチンコ大好きで、ギャンブルが、あの休みの日とかもなんかもうお父さんだけいつもどこ行くにもほとんどいないみたいな、うん、遊園地行くとかにしてもどっか買い物行くにしてももうお父さん常にパチンコ休みになった。でお母さんは唯一、まあ、子供の面倒を見てくれとってんけど、もう小学校高学年、まあ、5,6 年になった頃かな、なんかもう土日になるとなんか毎回なぜか買い物に遠くに車で出かけるんよ。お父さんはその昼間とかはずっとパチンコ行ってて、でその間帰ってお父さんが終わるまでひたすらそのショッピングモールで待っとかなあかんっていう行事があってんけど、なんかそれやったらもうさ家とかで遊んでる方が良かったやろうに、でもなんだかんだ子供ながら多分遠くに行けるのが嬉しかったのかさ、うん、まあ、ついてたわけ親にずっと。でまだお母さんがいたからさ、なんかさそんなに、まあ、暇やけど長時間待つのはそんな苦痛ではなかったんやけど、もう途中からお母さんまでパチンコに行ってしまうようになっちゃうわけよ。でもうそっからもうブートローはそれでもなんか土日はなんか親なりになんかどっか連れてってあげた方がいいっていうのがあったんか知らんけど、2人はパチンコに行くねんけど、最初に朝サティってあって、昔今はイオンやけど、うん、家の近くにあった、まあ、近くって言っても15分ぐらい走らせなあかんねんけど車で、うんうん、そこに置いてかれんねん、置いてかれるって言い方悪いけど、そこで500円だけ握りしめさせられて、あのそこでお昼ご飯も食べて、まあ、1日中私たちが帰ってくるまで好きに遊んどいていいよみたいな感覚で放置されるわけよ、お兄ちゃんと。でおもろすぎんじゃん。お昼食べたらもう舞台いつもお決まりの大好きなのがラーメンあって、それが399円なんよ税込みで。おーラーメンとしては安いけど、でもその握りしめた500円からしたら高いわ。そう、おでも1000円あったんかな、いや500円か1000円かちょっと忘れてんけど、うん、いや1000円やったらまだ話変わってくるやん。まあな、そっちやったやろ。だってもう101円しか残らないそっか、あだから多分1000円あったやわ。で飲み物自販機でジュース買って、うん、でもあと500円ぐらいよね、うん、で生きていかなあかんわけよ、うん、でもうすることないやんサティとか言っても。いやサティ知らんねんけど。で、まあ、唯一、まあ、ゲームセンターってあるから、うん、そこでコインゲームがあるやん。コイン、あ、はいはいはい、100円でなんか11枚とかやったわ多分。へえ。でそれを、まあ、300円ぐらい多分使ってたんかな、うん、でもすぐなくなんないのって大体もう儲からへんから、ちゃんとうまいことできてるから。ではもうお金なくなったらもうすることないわけよ、うん、で朝10時ぐらいに着いて、そっからもう早くても夜6時とかまでは絶対いなあかんから、まあ約何時間 ?8 時間ぐらい、うん、もうひたすら本屋さんで立ち読みするか、うん、好きな V ジャンプとか、うん、なんか芸能人の載ってる雑誌とかでもそれももうすぐ飽きるわけ。店の人もこう迷惑しとったやろ毎週土日になったらこのそうそうそう現れて、でもうゲームセンターとかうろちょろしたりとかしてももうやっぱもう飽きてくんねん、うん、でもう最終的に思いついた遊びなんやと思う、ブー太郎が。もういろんなとこ回んねん、服屋さんとかも見て回んねんけど、試食回り
あ、それもしてた。あ、そう帰りが遅くなる時とかってお腹空いてくるから お金がないからさ、うん、あの試食しに頼るしかなくて、だからウインナーとかよく焼いてくれてるおばちゃんなんだけど、おーおーおー、もうあれをこうひたすら何回かちょっと時間ごとに行ったりしとったわ。そう、まあ、それはまだ可愛い遊びやけど、最終的には屋上に行って芸能人ごっこをするっていう。一人で？一人で。こう車がこう通ってくるやん、屋上にいても。屋上にいても車が通ってくるってどういうこと？駐車止めるからさ、みんな。さて、駐車場がいっぱいで屋上に来る連中もいるやん。ああ、そういうこと？そうそうそう。ここでブー太郎はこう端っこに車の人にアピールしながらこうモデル歩きとかでやってる。モデル歩きごっことか、あとはもうなんかとりあえず芸能その車に乗ってる人のさ状況が気になるんだけど、いやでもちっちゃい子がただ歩いてるだけっていう感覚なんじゃない？そうか、自分の中ではそれは車の人にこうアピールしながらさ、こう、うん、こうなんかこう決めたりとか髪の毛こんなんとかやったりとかしてるけど、その人たちも常にブー太郎のことに興味があるわけじゃないやんか、まあ、なんか多分気づいてなかったと思うけど、でもブー太郎はどれだけ振り向かせるかっていうのをやったりとか、うん、とアイドルごっことか、こうなんかその時多分モーニング娘。の踊りとかよくやってたかな、うん、とかやって屋上でそういう芸能人ごっこをするっていう遊びとかまでしちゃうぐらい、うん、もう暇やったわけ。そう、なんかもういちいちさいちいちなんかかわいそうやねんけど。何が？ああそうそう、まあ、だけどブー太郎ってずぶといから、うん、あのもうほんま貧乏なのはいいや分かってるけど、でもそれでもブー太郎だって欲しいものは欲しいっていう欲がすごいのよ。蛇年やし執念が、うん、だからもう携帯電話がもう中1の時にさ、うん、もうすっごい欲しくって、だけど親からしたら負担になるやんか、まあ、そうだからやっぱ買いたくないんよ。あの当時高かったもんな携帯、うんうん、だけどブー太郎はどうしても携帯が欲しくって、うん、もうすっごいしつこいぐらい何回断られてもまた言うみたいな、うん、でもう粘り勝ちして、もうゲームとかもそうやけど、うん、貧乏なりにブー太郎すっごいなんか強欲に生きてたと思う。ほとんど買ってもらわれへんね、服とかももうお兄ちゃんのお下がりを着てたりとか、もうそれが日常茶飯事。服とかその時興味なかったから全然苦痛じゃなかったけど、でもやっぱ中学校入った頃にはやっぱ服気にしだすわけよ。色気づいてくるからさ、おしゃれもしたいし、もう髪の毛とかもずっとさ、もう美容院なんか行かれへんから床屋さんの洗顔物さなんかいつも坊ちゃん狩りとか言ってそうされたりとかして、まあ、何を言いたいかというと、まあ、とりあえず結構どんどん貧乏になってって、そのままいちいち不幸やねんな。おう、でまあ貧乏なりにもでもまあ楽しんでは生きてたわけ。おう、だけどなんかすっごい劣等感はあったわけよ。なんか周りは習い事とかもしてるけど、うん、自分はもう普通子供って習い事めんどくさいやん、もうやりたかった人もいたやろうけど、うん、なんかどっちかっていうとめんどくさいやめたいみたいな子が結構多かったね、ブータの周りには。好きで行ってた子もいたけど、ブータもそれがもうすっごい羨ましくって、でもう何回か水泳もそうやし、バレーボールもそうやし、合気道とかもそうやし、もうなんかもういろいろ興味持っててんな、まあ、影響されやすいっていうだけの可能性もあるんやけど、うん、もう仲いい友達が行ってないことは全部行きたいみたいな。そうなんや。だって夜遊ぶのが好きやったから。なんで夜遊べる？習い事したら。習い事したらさ、でも一緒におれるやん。もう塾とかも行きたくてさ。そうなの。そう、学校終わった後とかも、なんていうの、みんなは塾でこう交友関係を深めてるけど、そういうのもできひんからさ。こんだけ習い事したいって自ら言ってるのにさせてもらわへんかった子供も珍しいんじゃないかっていうぐらい結構理由つけられて。そうなの。そう、だから唯一だから小学校 1,2 年の時にピアノだけちょっと一瞬やらせてもらっていいけど、まあ、それが続かへんかったっていうのも大きかったみたい、親的には。小学校何年生？ 1,2 年のどっちか。続かへんやろいやだけどそこで、あ、この子はもうなんかすぐ辞める子なんやっていう理由付けになったわけ。それ、あ、なるほど。そう、あんたどうせやらへんねんから一回辞めてるやんみたいな言われて、そう、習い事もあんまできへん。でも唯一チャレンジだけはめっちゃ、またそれこそ蛇年の執着強いブートロがさ、どうしてもどうしてもっつってチャレンジだけはやらせてもらってた気がするけど。あ、なんかあったな、うん、チャレンジ。自分もあれ付録だけもらって終わっとった。贅沢。もちろん勉強好きだったからさ、そういうの。お、そう。
そこで一気に成績上がったよ。全然興味なかったわそっち系行ったったけど。あ、そう、うん、あんたはどんな家庭やったの逆に。いやだから自分それこそ中学時代はそうやっていろいろやりたいって言ってるけど、こっちはもう育児で大変なわけよ。ああ妹のそう消防の時に出てきよったからさ、うん、しかもさ、あの後々聞いた自然学校の時の子とかって言われてもさ、こっちからしたらもう嫌やん、そんなさ1週間もさ外泊してる間にそんなことあったんかなって思わされてもそんなん嫌やん、まあ、そんなそんなんもあってさリアルやな。そうやろへーってもうその時は言ったけど、うん、それこそだからもう生まれて小5の終わりからもう高校出るぐらいずっと育児よ、うん、だってもうおらへんから、うん、父親母親は、うん、あの自営業やってるから。そうやな、お店夜とかやってるから。だからもうミルクとかほんまの育児よ、うん、もうおしめ帰ってとか、うん、友達とな遊びたい時期やのにな。友達と遊ぶのにも育児よ、一緒に育児よ。あ、一緒にしてくれてる子がいたんや。一緒に行ってから遊ぶって言っても、うん、だからその時はもうメインが女の子やったからさ、うんうん、だからもう家連れてくる子が大体まあ彼女になるわけで、うん、そういう子がそういうことごめんえ聞き流そうと思ったけどどういうこと。違う違う、だからなんで来た人が全員彼女になるの。違う違う、来る子は大体彼女やねん。あーそういうことね、来たら全員彼女になっていくんだから。どんだけでも連れんねん。違う連れてくる子は大体彼女やんか。家に女の子連れてくるって大体彼女やんか。そうやろ、ゴータローだってもう友達ほとんど女子やったね。だからそれは友達の場合やろ、うん、でもその友達とか女の子っていうパターンじゃないから、うん、いやな、うん、だから女の子とやる なんか仲良くなるってことは、まあ、要はそういう雰囲気になってみたいな感じやったから、うん、だから大体家連れてくる子は大体彼女やね、うん。でその子と自分と2人でこう喋りたいけど、うん、でもさ中学生の時ってさ、うん、2人で喋るっつってもなんかね恥ずかしいやん、ちょっと照れがあるわけよ、うん、ちょっとした、うん、なんかこう、はいはい、付き合ってみんなと一緒に学校生活でおる中で喋るのとやっぱこう2人きりになるとなるのとでやっぱまた違うから、まあまあまあ、なんか話のこう話し方がわからへんとかちょっと照れたりとかっていうのもあるんやけど、そこにうまいこと妹がボンとおるおかげでそのなんか会話のネタができるじゃないけど、うん、妹がバン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 喋るからさ、あ気まずさがなかったんや。そう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 、そういうところは助かったけ ど、ね、まあ、向こう側からしたらちょっとあれやったろうけどな、ロマンチックな感じを求めてたとしたらさ、ロマンチックな感じは求めてたのか分からへんけど、中学生やからそんなもんなんじゃない。まあそうか、うん、まあでもそういうことね、まあ、ゆうちろは妹の面倒を見て、うん、だからそんななんか人を羨ましがってる余裕もないし、なんかそれぞれやな、極端やな。ほんまにそう、うん、自分はもう育児でもうパニックやった。でも逆にだからそのさ、妹がもうお世話がなかったらじゃないけど、なかったらのことを考えたらなんかもっと楽しかったのかなと思うけど、そういう時はその時はそんな想像は膨らまさず、だから想像できる余裕がないんだよ。育児ってもうパニックやで、育児のエロスが一瞬なっとったり、なっとったり。育児のエロス、ほんまに小学校5年生ね、じゃあの中学校 で、 学校でそうそうそう、それつらいな、ほんまに常に育児育児みたいな。お店やってるっていう環境もあるもんね、まあ、だからそういう意味ではブータローは劣等感を持ててただけまだ余裕があったのかもしれないね。うん、そうやな、うん、もうなんかほんまに自分のことを考える時間がなさすぎてもう、わけわからへんことも。ああ、そう、うん、あんたにはあんたの苦労があんねんな。そう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 、親は恨んだりはせんかった。え、もう恨みまくりよ。ああ、そうなんや。妹もすらも恨んだんや。ああ、なんでこんなんがおんねんみたいな。いやー、そりゃそうやろ、まあ、これはね、言葉に語弊あるけど、でもその時の素直な気持ちはな、でも、うん、今となっては思わへんやろうけど、今、いや、今はもうそりゃ思わんけど、うん、もうその時はほんまにそうだった。だってもう泣くんやもん、なんで泣くねんみたいな、まずそっからやん。そうやな、イライラするし、うん、まあ、だからあんたあれなのな、子供嫌いだと、いざとなるとえそっちだからもう子供は思いやりもあるし、作りたくないって、なんだかんだ優しい、ずっとこう来たっていうのが大きい。うん、それがようやく今雪解けで、うん、ちゃんとなったけど、もうほんまに子供嫌いはずっと続いて、そうなの、もうあの苦労したくないっていう。あ、まあ、だけどその経験がすごいなんかこういざとなる時の頼りがいとかにつながってるのかなとも思うけどな。そう、うん、分からんけど、なんか ふざけまくってるけど、いざとなるとやっぱりちゃんとしてるからさ、
まあまあまあ、なるほどね。まあ真逆な人生ですね。一人は育児のヒーローでね、もう一人はなんか植えてた劣等感って感じ。羨ましいっていうか、まあ、逆に楽しそうよなとは思うけどな。親がおらへん世界をそうやって楽しめてるから。親がいなかったわけじゃないけどな、自分は。あの親がいない時間があるのを楽しめてるから、逆に羨ましかった。まあまあまあ、そうかそうか。時間を持って余すぐらいからな。そうそうそう。だけどそこをなんか、なんていうの、無駄じゃないけど、もっとその時に習い事をやってたら、もっとさ、そこの練習できたんじゃないかとかさ。でそんなんはな、すごいな、そういう風に思えるのがすごいわ。なんかもうすごいさ、なんか悔しかったわけ、いろいろ。で、服とかもね、まあそう、まあそう、なんかそれの、なんかうちは貧乏で、何もなんか周りから誇れるものがないっていう、なんかそこからそういう環境で育ってるから、まあ、関係ないねんけど、ほんまはもう子供ながらにそれを言い訳にして自分の自信にもつながったわけ。自信なくなってくるね。うちのそう、だからだって服とかも買われへんから、あ、自分なんてダサい服しか着てないから、みんなからそういう目で見られる。で、髪型もかっこよくできへんから、あ、なんかダサいって思われてるんじゃないかとか、ね、習い事もしてないから運動が一人できひんかって、まあ、関係ないかもしれんけど、そういうマインドになるわけよ。だから水泳とかもほんま習ってたら、もっとこの時間優等生組に混ざれたのに、なんか自分の泳ぎ方がなんか変、他の人より習ってないから、自我流で覚えてるから泳ぎ方が変で笑われてるんじゃないかとか、なんかもうそこにもなんか実は繋がってたのよ。結局は言い訳やねんけどな、今思うとやで。でもその時は言うとそういう風に考えるんやな。ちっちゃい時はそう考えてた。そう、だから勉強できひんのも塾行ってないからやとかで、まあ、なんか自分って何もできひんねやみたいな。でもずっと殻にこもってるタイプで、心許すまでは。自分は勉強できひんのは育児のせいって、もう先生公認やった。ああそうなんや。逆に怒ってた先生が親に、ああ、うん、あのもうやめさせてくださいって。なるほどね、うん、夜はちゃんとあの勉強させてくださいって。ああでもそう、お母ちゃんも強いから、うん、すいません、うち自営業でどうしても夜はもうこの子に見てもらうしかないんです。ああでもずっと三者懇談、そのせめぎ合いなんじゃこれってすごいな。こっちもこっちでストレスがさ、うん、出てるわけよ。顔に、いや全身、その体に。だから爪とかもなかったし、え、爪なかったって噛みすぎです、ね、ストレスで。ああすごいな、なんかブータロウよりかわいそうやんな。ブータロウのかわいそう話するよって言ったけどさ、あんたの方がよっぽどかわいそうに感じてきた。もうなんかすごかったね、全身に出てたね、ストレスで。ああそう、よっぽどやな、うん、それはそんなんなかったもん。ああそう、うん、だからそういうと面ではちょっと繊細すぎたのかもしれない。あそれは、うん、ちょっと自分がね、致し方ないよな、環境ってやっぱ大事なんやなと思うよね、うん、そうそう。だから羨ましかったって羨ましいよな、そうやってなんかいろいろ考えることがあったりとかさ、うん、なんかこうそんな余裕さえもなかったわけやもん。逆に余裕がなかったから、なんかあんまいい思い出がなんか、うん、あるねんけど、うん、その思い出が結構強いな。なるほどな。そうですよ。まあでもな、あんたはそうなっても今親とはこうさ疎遠じゃない、むしろ仲いいやん。なんかまあそう、うん、なんかまあいろいろあったやろうし、うん、あれもあるやろうけど、まあなんだかんださ、ブータローみたいなことはせえへんやん。まあな、そんなことしてないからな、そもそも、うんうん、だからすごい今見ててもなんかまあたまに心配になる時もあるけど、でも基本はいい関係性やなとは持ちつ持たれつみたいな感じやろな、見てるけど。まあブータローはどんどんねじ曲がっていくからさ。あんまねじ曲がるよな大人になるのに。知らんやん。でも知ってるわ。あ、この10年間ずっとあんたのそのねじ曲がりをずっと見せつけられとんねん、こっちは。違う違う、その時の実際のさ学生時代とか知らんやろ、ブータローがどんなやつか。いやもう10年一緒におんねんからもう分かるよ、大体どんなんか。いや分からへんと思うわ。もうだから大変やもん、それあんたの一回ねじ曲がったらもうそう、これをこっちにまた軌道修正するんだったっけ。はほんまに大変やもん。そんなことないや、結構そんなことしかないやん。一回プンってしたらもうずっとやん。そんなことだ。こっちがなんか譲歩してこうやってやらんことにはもう一生そのまんま引きずるタイプやから、もうそれでどんだけ苦労したか自分も。そういう印象なんや。まあその辺はまた今度聞くわ。今日はテーマ親やからさ。ああそうやな、そう、話が終わらへんくなっちゃうから、まあこの辺にしとくけどで、まあ別に大人になるにつれなんかどんどんさ、さらに貧乏になっていくわけだからさ、もう止まらない。だってパチンコ行ってんねんもん。それはさ
もう肩でさえ給料もう強くない、もう勝つ時があってももうほぼ負けるようにできてるからさ、もうどんどん火は車よ、家計は、うん、合ってる今の、うん、家計は火の車なわけ、うん、もうだってお母さんまで手出し始めちゃったんやから。お母ちゃんも強くない、もう知らん、もうでも結局そんなんもうずっと買ってられる人なんてプロじゃないと無理やから、まあまあまあ、うん、もうなくなるのが目に見えてるわけよ、うん、でもう親はずっとお母さんは働いてなかったのに途中からもうパートも行くようになったし、それこそ、あ、そうな、働いてなかったんや、もともとはね。へえ、そう、専業主婦ってこと。うん、え、専業主婦やって、なんか最初だから初めてもうパート出なあかんわってなった時はなんかすごい親子で泣きながらなんで、自分たちはもうずっとさ、お母さんは家にいるもんやっていう感覚があるからさ、あ、そういうこと、あの、行かんといてみたいな、なんか聞かれたわけよ、働いてもいいかっつって、うん、だけど嫌やけど嫌やとも言い切られへんから、もう泣くしかできへんくて、でも泣いちゃったもんやから親としてはさ、そんな子供見てると行かれへんくなっちゃって、一時はやめとくわってなってんけど、でももうそうも言ってられへんくなって結局は働きに出に行くねんけど、まあ、そんな感動エピソードもありながら、まあ、だんだんもう高校になった時かな、次ついにあの家なくなります、うち自己破産、高校で家なくなる、高校でなくなったんですよ。そうなんや、じゃあそれもずっとマイホームやったってこと。そう、マイホームやったんですよ。ああ、そう、でもう何十年もさ共に歩んできた家とお別れする屈辱さ、うん、でずっと高校生の時もブータローもさ、やっと働けるようになったからバイトとかしとってんけど、うん、そのバイトのお金も全部生活費とかお金貸したりとか、うん、親に、うん、でまあ全部取られてたわけじゃないけど、なんかバイトって言ってもそんな給料ないんちゃう。そう、月ないあってなんぼよ。だから最初は土日とかだけしか働いてなかったから、3、4万とか、うん、でそのうちのもう半分以上は取られちゃうから、なんかその時でもなんか仕方ないことやねんけど、なんでなんやろっていうこのなんか心に闇はやっぱできちゃうわけ、うんうんうん、なんかみんなは働いたお金そのまま使って学校帰りとか遊びに行ったりブランド物買ったりとかできんのに、まあ、自分はなんでってまた環境のせいにしちゃってたわけ、うん、なんかもう仕方ないねんけどっていう自分と、なんか悔しい自分と、うん、こうずっと葛藤してて、で自分も平日もバイトし、あの学校終わってから行くことも増えてったけど、もうなんかそういうお金とかもなんかもういろいろさ家計の説明されて、家賃が今これで毎月こんだけのお金がいるからとか、親も多分そんなこと話したくなかったやろけど、まあ、相当切羽詰まっとったやろな。まあ、ブータローなりにもさ、若いなりにはでも分かるやん、危機的状況はなんとなく、うん、それを理解して、まあ、生活費なるべくお金渡したりとかしてやっててんけど、まあ、ついに家を手放さなあかんようになってで、もうそっから引っ越しを手放すって言ってもさ、売ったわけじゃない、売ったの自己破産から売るよね、それ。ああ、うん、売ったらそれなりに入ってくるんじゃない。でも全部返済にいっちゃう。あ、そっか、残ってんのかローンが、うん、あ、なるほどな、そういうことか、そういうことか。それでちょっとはなんか回復するんかなと思ったけど、いや、そんなことはない。そういうことか、はいはいはい、自己破産は今ある全部資産を取られるわけやから、取れるものは全部売ってくださいってなるから。うーん、そう。でもなんかでも結構やっぱショックなわけよ、もう自己破産っていう言葉もうショックやしさ、自分の家がそうなるみたいな。うん、確かになんかあんまり聞き慣れへん言葉で結構自己破産って重みあるような、うん、で、まあ、そこからお父さんがもう仕事できなくなっちゃったから、まあ自己破産、うん、あ、じゃあ自己破産してからかお父さんが仕事できなくなったの、うん、目おかしくなっちゃって片目もう見えへんくなっちゃってとかで、でもう鬱ですね、お父さん完全に。おでもう自殺願望が出ちゃってもうやめき、でもお母さんだけはもう精神が強いかなもういろいろ強そう、あのなんとかやってたけど、もう何回も泣きながら相談されたから、ね、もうお父さん死んでしまうかもしれへんけど、あんたたち感情をしといてなって、うん、でもお母さんももうなんかいらんって言われてしまったわとかって、だからもう出ていくかもしれへんけど、あんたたちお父さんのこと頼むでとか言われた時とかもあったりとか。あ、お母ちゃんはもうお父さんと喧嘩して、ああ、もうなんかもう離婚じゃないけど、もうそこでも危機があったりとか、なんかもう今やから笑、今でも笑えへんけど、なんていうの、今はもうなんていうのこうなんかもう
消化できてるけどさ、うん、当時ってなんかショックなわけよ。なんか気にしてないふりしてたけども、うん、なんかもううちの家族めちゃくちゃになってるしみたいな。自分もでもしっかりしてないからさ、しっかりしきれてないから、なんか今もったらもっとさ学校とかやめて生活費稼ぐぐらいのさハングリー精神があってもよかったんじゃないかなって今だったら思えんねんけど、うん、なんかその時は多分自分の時間もやっぱりそれでも譲れないっていう、それこそ頑固精神がさ、そうなんやろ、そりゃそうやろうな、あったんやろな、うん、なんか家族を支えきれなかった自分をちょっと今悔やむけど、まあでもまあね、生活費渡したりマライア・キャリーのコンサートライブチケットプレゼントしたりとかさ、セリーヌ・ディオンやろ、セリーヌ・ディオン間違えたまあしてたわからな、何もしてなかったわけじゃないんですけど、そう、まあなんかそんなこんなでなんかずっとなんかなんやろうな、なんかなんで、まあ、こんなこと思ったらあかんけど、なんでこのまだ若い最強な時に親にこんなに足引っ張られなあかんやろって親のせいにしてたわけ、関係ないのに今思ったら。でもその時の当時の自分は子供というか考えがなんか親のせいでなんか自分は全部人生うまくいってないって、行動力がなかったりとかするだけやのに、いくらでも方法はあったのにちょっとせいにしちゃってて、なんか変にちょっと恨んではないねんけど、なんか親のせいでみたいなさ思ってる自分がいたわけ、うん、なんかすごい迷惑被ってるみたいな、もっと幸せな家庭に生まれたかったじゃないけど、なんか正直そんな未熟やったことを考えてる自分がいたわけねえ。まあ、ブタロ一回結婚するけどさ、その時もさ紹介するのがちょっと恥ずかしいわけ、うん、こう貧乏な家系やから、おうおう、逆になんか迷惑かけてしまうんじゃないか今後みたいな、だから紹介するのもちょっと億劫やったし、うん、実際になんかその毎月この生活費なんぼかもらわれへんかっていうこともさ頼まれて渡したりとかするけど、その時の嫁さんからしたらさ、うちもうちでいっぱいいっぱいやからちょっとしんどいねんけどとか言われちゃったりとかさ、おーそう、おーで、なんか複雑なわけよ、助けてあげたい気持ちの自分、優しい天使の自分と、なんかもうなんでこんなことで悩まなあかんねやろっていう、なんかちょっともう悪魔の自分とさずっと戦ってて、うん、なんか親がコンプレックスじゃないけどなんかそう思っちゃってた時期があるわけよ。だけど、まあ、孫もさ、できてさ、まあ、結婚もしてさ、うん、なんかちょっと親孝行できたわ、みたいな、うん、思ってたわけ、勝手に。で、そんな中、まあ、部長がいろいろあって、全部捨てることになってしまってさ。えらい飛ぶな、おう、飛んで。そう。なった時に、もう、なんか全ての線がその時にも消えたわけ。あ、なんかもうほんまに一人になろうみたいな感じですか。そう、なんかもうそのな、そのほんまにそんな感じ、なんかもう全部リセットしたかった。あと申し訳なさが強かったのよ、こんだけ結婚とかもしたのに、で孫も見せたのに、なんかむちゃくちゃなことをして、うん、いっぱい迷惑をかけて、あ、どんな顔で会えばいいんやろみたいな、うん、で、したことがしたことやからさ、今までわかる？わからへん、わからんけど、まあまあまあ、そういういろいろなんかもう合わす顔がないじゃないけど、でプラス、もし会ったとしてもなんかまたこう、貧乏なで、なんかちょっと辛そうにしてる親を見なくて済むっていう、なんか逃げじゃないけど現実逃避やな。そう、うん、なんかその感情とかでもいろんな感情でもなんか親に会いたくないってなっちゃったわけ、わかる、うん、なんかちょっとお兄ちゃんでも腹が立ってたわけ、なんか普通はもっとお兄ちゃんがさこう優先して、お兄ちゃん長男坊やろ。そう、長男坊はもうなんか可愛い可愛いやから、いや、それはいいねんけど、別にそれでいいねんけど違う、なんていうの、こう
なんで一番自分のこのバイト代のお金とかもそうだけど、あだからしっかりしとったんやろ、ばっか取られなあかんねやろとかさ、うん、でそう、でもせっかくこう親孝行できたのにもうなんか裏切っちゃって、でまたさらにあなんか自分が面倒見ていかなあかんってなったら重荷がすごいとか、なんかもういろんな感情から逃げたくなっちゃって、で、なんやろな、なかなかこうゆうちゃろうとこうさ付き合ってからなんかもうまあそんなんやろな、もう全部なんていうのこうシャットダウンしちゃったから、今さらなんかもう会うってどういうことみたいな、自分の中のさ変なこう頑固さもう全部捨ててんから、もう捨てたんやったらもう戻ったあかんみたいなさ、葛藤、謎の変なプライドって言ったらいいの、なんかそんなんもあって、そうなんか過去のこの闇の部分と申し訳なさと罪悪感と、そんな中自分はずっと早く会いに行け早く会いに行けって言っとったよな。そう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 、だけどすごい気持ちは分かるし、自分もさなんだかんだ言うやっぱり気にはなるわけやん、でお父さんが状態悪いのもあるし、お母さん一人が負担でさ働いてさ、後悔だけはなしてほしくないよなって思う、ずっと思ったわ、うん、なんか言われたの、そういう風に、なんかその死んでからさ、うん、ああしとけばこうしとけばっていうのだけなんか一番もったいないやん、うん、どうしようもないやん、もうそれって、うん、生き返らへんし、そう今の技術じゃ、うん、だからなんかそれだけはちょっと、まあ、それはすごい分かってるし、なんかその、その思いでしかなかったわ自分はずっと、まあ、あんたがそこまでそんないろんなあれを、なんでこの人は会いに行こうとせえへんねやろってずっと不思議やったけど、いろいろあったやんな、そうだからもう逃げてきてさ結構早い段階で言われたやんか、まだ自分の中でいろんなことが整理ついてない中で、うん、ゆうちろうは良かれと思って言ってくれてんだけど、もうブータローはもう全てをもうリセット、もう誰とも会わないと決めて今こう来たっていう覚悟を持った自分が強い時期やんか一番、うん、もう決めたんやんって、誰とも会わへん、もうシャットダウンやんってなった時にすごい言われるイラつきさとさ、でもその意味もわかるから、自分もほんまは会わなあかんし支えていかなあかんし安心させてあげなあかんっていうのも分かってるのに、それをなんかもうガーって言われたことによってもうやめてってなってな、何をわかるのみたいな感じですっごい二人で喧嘩して、何回も喧嘩したな、それで、うん、それでだけどもうついにゆうちゃろが折れてくれたというか、折れてはないよね、折れてはないんやけど言っても聞かんなみたいな、言っても聞かんし、またこの話を持ち出すと喧嘩になるから、だから言う頻度を少なくしただけで、うん、折れてはないんやで、まあな、まあだけどこの9年間ずっと途中からはあんたのもう年1ペースよな、もう年1ペースよな、だいたい言うのって、うん、ほんまにそうだね、うん、そう、まあ、だけど本当に未熟だなっていうのがこれでさ皆さん分かったと思うんですよ、ブー太郎が、うん、だけど、うんうん、やっぱ綺麗なまま理想通りに生きれないのがブー太郎なので、こうやって考えてしまう子供もいるんだよっていう反面教師に思ってもらえたら嬉しいかなと思います。そうな、嬉しいな、嬉しいというかそう、こういうダメな人間もいるってこと、うん、やっぱ親を大事にできない人は周りを大事にできないよってよく聞くけど、いやいっぱいいっぱいになったらな、そんな考えてられへんって、まあ、人のことだってでもね、自分があっての周りへの配慮やから、うん、だから中にはさ今こうブータローとユーチローが付き合っててさ、親にカミングアウトするのが怖いから会いに行かないんじゃないかって思ってる方が多分結構多いと思う。そうね、あのブータローたちのことを知りたての人ほど、うん、だってこんだけ固くなに会いに行かへんって、そういうだって親が大体さ、親にカミングアウトするのってすごい勇気いるので、同性恋愛っていうのは、うん、やっぱりまだ例が少ないからね、どうしても男女カップルが今やっぱ主流やからさ、理解は増えたとは言え、
だけどブータロが実はそこの心配はしてなくって、昔からもうそれこそさ変わり者で生きてたからもうほんと女の子みたいな感じで生きてたんで、むしろもう女の子になると思われてたんちゃうかなんで、うん、だから一時とか小学校の時とかブータロ友達とさ女の子の友達ん家遊びたら学校の中で好きな人の話とかするやん、恋愛話、うんうん、じゃあ男女ランキングつけてて、男で好きなランキングトップ5と女子女の子で好きなランキングトップ5作ろうとか友達と言うとって、その女の子もよく付き合ってくれてたなと思うけどっていうぐらい、それを親にも見られたことがあって、その紙をこれ何やんだって言われて、えブータの好きな人ランキングとか言ってその時分かってないからよく意味そうだから、あそうなんやんと男の子も好きなんやなとかってその時も言われてたの覚えてるから、でお母さんの鏡こう化粧台でよくこうさ髪の毛くくったりして遊んでたりとかもしたし、本当にそうだから多分ゆうちゃろと付き合ってるって今報告しに行っても全然びっくりされへんと思う実際に、うん、そうだからそこら辺の心配はしてないんですけどっていうとこですね。まあちょっと長く語りすぎましたが、まあうちの親の話はこんな感じですかね。うん、記念日おめでとうございます。あ、記念日おめでとうございます。今日そうですね、記念日、朝言ったのに全然何も返してくれないから、あ、確か、うん、そんなことない、うん、そんなことあったらあった朝起きて記念日おめでとうとか言ったの、あ、とか言葉にもなってない。でもどう、まあ最後まとめに入るけど、ブータローにやっぱ会ってほしいですか？え、会いましたよね、会いましたよね、親に、うん、この9年間会ってないってずっとそういうのやってるじゃないですか会いましたよね、夢でいやそれ会ってほしいと思う。あ、そう、うん、そらな、あ、なんで。いやそれはだっての死んでからのどうこう考えることを考えたらな、まあ、確かに何回も死んだら終わりやしな、うん、ほんまに飽きないで、どうしてるのか全くわからないので、もう連絡先も一切交換してないから本当に音沙汰なしなんですよ。前の奥さん絡みでちょっとたまにこう話聞くぐらいで、そう、まあ、なので私はまあね、最近ゆうちろと結婚式も挙げたということで、ゆうちろさんと相談した結果9年ぶりに親に会いに行く決断をいたしましたことを報告いたします。お会いに行きました、実はねお会いに行きました。でもね、バレると思うんで、そう、こんだけちょっと語ってきて会ってない手で喋ってたんですけど、そう、もう会いに行きました。そう、実は会いに行きました、会いに行きました、はい、その様子マジリアルドキュメントやな、まあ、どんな様子だったのか、動画にも実はちらほら残しておりますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。では次回親に会いに行ってみた、お楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。ついに会ってきたよ。どうやった？いや、よかった、本当に。あ、よかった、うん、へえ。会ってね、自分は安心した、うん、まあそれは面白かった。また生配信で語りましょう。はい、9月の生配信で喋れるように間に合わせれたらなと思います。ではでは、まったね。またゆうちゃろのいろんなちっちゃい時のその闇深い話とかもまた聞かな。闇なんこれって、うん、だってそんな爪剥がれるってよっぽどで、なんかブータローよりよっぽどなんか重たい気がしてきた。そう今日ブータローメイン会やったけどなんかそうじゃない気がしてきた。そう、じゃあねー。